こんにちは、萌えです。今回はですね、展示の告知になります。九州は福岡県博多阪急さんにてですね、展示を行うことになりました。今回は個展ではなくってグループ展になります。私のお友達のアーティストののぞグラフィーちゃんとかですね、のぞグラフィーちゃんは前にも何回か展示一緒にさせてもらったことがあるんですけど、のぞグラフィーちゃんとかつかささん、つかささんもね、今まで、グループ展一緒にさせていただいたことがあるアーティストさんです。で、壁画もね、同じタイミングで描かせていただいたこともあるんですよね。で、あとは大輔さんっていう抽象画を描かれる方ですね。大輔さんもこの前ちょっとお話しして、もう皆さんね、すごい個性的なアーティストさんなので面白くなるんじゃないかなって思ってます。で、この4人でですね、グループ展をさせていただくことになりました。で、期間はですね、明日から9月11日から16日、連休ですね、連休の最後の日まで展示をします。で、私もですね、できるだけ在廊したいんですが、福岡などでね、遠いんですけど行きますということで、私が在廊できるのが13日と14日になります。ただそれも移動の時間もあるので、あとちょっと途中抜けたりねするかもしれないので、丸1日ってわけじゃないんですけど、なるべく現場にねいたいなと思っております。ちょっと14日は帰っちゃう日なので、ちょっと最後の方までは入れないと思うんですけど、お昼頃はねいると思います、両方で。もし来られる方がいらっしゃったら、DM いただけたらですね、その時間になるべくいようと思いますので、行くよっていう方はね、ご連絡いただけたらなと思います。で、ちょっと時間合わせられなかったら大変申し訳ないんですが、一応ね、いる予定ですので、ぜひぜひいらしていただけたらと思います。で、今回私の作品はポップシリーズと、あとまだ出したことない作品を展示する予定でおります。で、ちょっと点数が結構多くてですね、私の絵の作品だけでも、多分20枚ぐらいあるんじゃないかなと思います。で、20枚、もしかしたらそのちょっと展示の期間中に交換してっていうのもあるかもしれないんですけど、一応20枚ぐらいは用意しております。で、その中でも、その中の4枚どころじゃないな、もっとだな、ポップシリーズも出したことないやつも出しますし、展示に出したことないシリーズも出します。はい、この YouTube を見てくださってる方は、あ、これここで見たなみたいなことあるかもしれないですけど、今まで書いたもの、出したことないやつ出しますので、ぜひぜひ来ていただけたらなと思います。そして、立体シリーズも出すんですよ。このね、溶けちゃったシリーズも出します。今ここにあるこの子は出さないんですけど、この溶けちゃったシリーズも何点か用意しておりますので、もちろん現地で購入可能ですのでですね、絵画の方も、絵の方もこれも売りに出しております。で、こっちはこの溶けちゃったシリーズの方はその場でも、持ち帰りができるように、すると思うので、後日ねお届けっていうものが多いんですけど、その日に手元に欲しいっていう方はちょっと対応させていただくようにしますので、ぜひぜひ、ちょっとね見ていってもらえたらなと思います。はい、で、ちょっと現地でもね様子を、もちろんちょっと東京の人とかはね、なかなか福岡行けないとか、福岡じゃない方、九州じゃない方はねなかなか行けないと思うので、ちょっと現地の様子もインスタとかのでね、お伝えできたらなと思っております。で、あとはこの YouTube でもまた終わったらね感想とか出したいなと思っておる次第でございます。はいということで、明日から博多阪急さんの7階です、7階のイベントホールミューズさんでですね、展示をしますので、ぜひぜひ見に行ってもらえたら嬉しいです。そして見に行った方、なんか写真はね多分撮れると思うんですよね。撮れたら写真撮ってインスタとかね上げてもらえたら嬉しいなと思います。メンションしてもらえたら嬉しいです。あとはなんか行ったよみたいな報告がねあったらめちゃくちゃ喜びます。はい、
ということで、今回告知だったんですが、初めて私阪急さんは、大阪の阪急さんはやったことあるんですけど、展示じゃなくてね、絵描いたことあるんですけど、福岡での展示が初めてなので、っていうか九州での展示初めてなのでね、楽しみにしております。皆さん来てくれると嬉しいなと思ってちょっと願っております。はい、ということで今回は告知のお話でした。行きますっていうコメントをいただけたらめちゃくちゃ嬉しいですが、まあ行けない方の方が多いと思うので、これ頑張ってねって思う方はいいねボタンよろしくお願いします。そして何かこの展示に関するものじゃなくてもですね、コメントや質問などなど、お待ちしておりますので、残してもらえたらと思います。そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでまた次の動画で、バイバイ。